2015年、西村厚子は、日本の外交官、政治学者、博士、チューベルディー講師、東北大学大学院教授などを経て、ルクセンブルク中殺特命全権大使を務めた。現在は、体制建設取締役、国際石油開発、定石取締役、中央大学国際情報学部教授、東京都出身、西村栄一元厚生大臣は祖父。 1976年に東京大学教養学部教養学科フランス科、卒業。1978年スタンフォード大学大学院修士、家庭教育社会学専攻修了、修士。1979年外務省入省研修としてフランス国立行政学院に留学。外務省条約局法規科主席事務官を経て、 1995年外務省、総合外交政策局軍備管理、軍縮化兵器関連物資等不拡散室長、1997年外務省、中東アフリカ局アフリカ一課長、1999年国際連合日本政府、代表部参事官、講師、2001年在ベルギー日本国大使館、講師、2004年東北大学大学院法学、研究科教授、 東北大学公共政策大学院教授。2005年大阪大学に論文、アフリカにおける国民国家形成とエスニックナショナリズム、ルワンダとタンザニアの事例から、を提出し、博士の学位を習得。2008年独立行政法人国際交流基金、統括役。2012年3月独立行政法人石油天然ガス。金属鉱物資源機構特命産業。 2014年4月1日ルクセンブルク、中殺特命全権大使。2016年7月12日特命全権大使。2017年体制建設取締役、国際石油開発、定石取締役。2019年中央、大学国際情報学部教授。2021年法務省公安審査委員会委員は、現在の役職、ありがとうございます。